瓶に入ったスリボビッツ各種スリボビッツ、スリボビッツあるいはシュリボビッツは、スモモの一種ダムソンプラムから作られる上流種である。プラムブランデーと呼ばれることもある。果実から作られる上流種全般を指す言葉として、バルカン半島ではラキア、ハンガリーではパーリンカ、スロバキアではパーレンカという語があり、スリボビッツはその一種とみなされている。 スリボビッツは中央及び東欧の産品であり、商用のものも自家製のものもある。主要な産出国は、セルビア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、チェコ共和国、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、ブルガリアなどである。スリボビッツという言葉は、スラブ語で、スモモ、特にダムソン・プラムを指す後に、設備語のマイナスビザをつけて形作られている。 果実を原料とする上流種には同様の命名が多く見られ、チェコ語を例に挙げれば、マーンカ、マーンコビス、ブロスケフ・ブロスコーボビスなどとなっている。スリボビッツの生産は中央及び、東欧のスラブ諸国が中心であり、商用で生産されるものも自家製のものもある。主要な産出国は、セルビア、チェコ共和国、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、ブルガリアなどである。 スリボビッツの消費は生産国とほぼ同じであり、またこれらの国の出身者のコミュニティでも消費される。同様のスモモザケは、ドイツ、スイス、フランス、イタリア及びアメリカ合衆国、カナダにもあり、プフリムリ、ツベッチュゲンバッサーあるいはオードビと呼ばれる。ただし、アメリカ合衆国のクリアクリーク上流所のように、スリボビッツの名でスモモザケを生産している場合もある。まず、 すもも果実と種子を潰して圧搾する。これに、酵母、澱粉、砂糖を加える場合もある。これを攪拌して発酵させる。その後蒸留するが、蒸留の回数は好みや地域食に応じて様々である。最後に熟成させるのが一般的である。生産者の中には、ユダヤ教徒の食品としての適合性を定める。カーシェールの認定を受け。 製品がハーメイツであることを明示しているものもある。スリボビッツは原料に小麦を含んでおらず、そのためユダヤ教において小麦を原料とする種類が禁じられる杉越祭りの期間中も口にすることが許される。そのため、アシュケナジムユダヤ人の間では、スリボビッツは杉越と関連付けられている。スリボビッツではない蒸留酒に、スモモのジュースやアーモンド抽出物などで味付けした。 コピー食品も存在する。ブルガリアでは、トロヤン修道院が設置された14世紀から、修道士によって製造が続けられてきたトロヤンスカ、スリボバが知られる。元のレシピでは40種類のハーブを使用するものとされ、歴代の修道院長がその製法を受け継いできた。1894年。 トロヤン修道院のスリボビッツは、ベルギーウェルペンの上流種品評会に出展され、同賞を受賞する。トロヤン修道院のスリボビッツは、トロヤン地域で生産されたマジャルキニと呼ばれる品種のみを使用する。この品種は方向に富み、また、ブルガリアでもテテベンのスモモなどとは違って種子が簡単に外れるとされる。また、その上流装置も専用のものを用い、 80リットルから120リットル程度を装置にかける。アルコール度数は39度から41度程度となる。ブルガリア製教会総主教のマクシムは2009年、ソフィアにて自身の95歳の誕生日をトロヤンのスリボビッツで祝福したブルガリア政府の協力のもと、チェコのルドルフやリーネク上流所が2007年により、トロヤンスカスリボバ及びテテベンスカスリボバの製造を 始めた。また同じ年に、レドルフやリーネクやブルガリア最大のスリボビッツ製造メーカーであるビンプロムトロヤンの株式の過半数を取得した。レドルフやリーネクは、その半年前にも、ブルガリアで2番目の規模を持つスリボビッツ製造メーカー、デスティラテテベンを買収している。ビンプロムトロヤンの製品は主に輸出用となっている。トロヤンでは民主化以降、9月後半に、 スモモの日を定めており、トロヤンを呼び、トロヤン修道院のある、お礼尺において祝賀されている。スモモは長年にわたりトロヤン地域の主要産品であり、20世紀、初頭よりスモモを原料としたマーマレードやペースト、ドライフルーツなどが製造され、西ヨーロッパ諸国などへ輸出されてきたチェコ共和国では、スリボビッツや、その他の果実種の多くは、国土の南部、 東部にあたるモラビアやビソチナ州で主に生産される。チェコにおけるスリボビッツの製造は16世紀頃にバルカン半島からこの地域に移住したブラフ人あるいはクロアチア人によってもたらされたものと考えられる。伝統的な自家製の上流は違法とされた現在でも細々と行われているが一般家庭で引用されるスリボビッツの製造は 大部分が家庭ではなく地域の上流所に移っている。これは製造過程における誤りを抑える上でも有効である。また政府は製品のアルコール度数に応じて課税しているが、非商用の私的な引用目的での製造については税の減免措置が取られている。家庭で引用するスリボビッツのアルコール度数は一般的に50%を超えるが、 商用として流通しているものはこれよりも度数が低いものが多い。スリボビッツは氷点下にてよく冷やし、パナーク、カリーシェク、あるいはシュタンプルレといった小さなショットグラスで提供される。グラスに氷は入れない。よく冷やすことでアルコール度数の高さによる飲みづらさを低減できるものの常温で飲む方が減量の果実の方向を楽しむことができる。 商用で広く流通しているスリボビッツには以下のようなものがある。スリボビッツはモラビアの象徴的な飲み物と考えられており、現地のことわざや民謡、テレビ番組や映画といった伝統、文化、ポップカルチャーにて頻繁に目にする。ポーランドでも古くからスリボビッツ製造の伝統がある。伝統的にポーランド南部の高地の住人がスリボビッツを作り、引用してきており、 特別のブランド名も持っていなかった。ポーランドのスリボビッツとして知られているものの一つに、ウォンツコ地域で製造されるシュリーボビッツアウォンツカがある。長年にわたって、ポーランドでは質の高いスリボビッツとみなされてきたが、この名称は特定の生産者がブランドを保持しているものでもなく、また特別の地域ブランド保護制度もないため、 シュリボビツアウォンツカを名乗りながら、質の悪いものが多く製造されるようになってしまった。ポーランドには、第二次世界大戦以前まで多くのユダヤ人が居住しており、彼らも多くのスリボビッツを製造していた。アレクサンドルフ、ストリクフ、ブッチ、ワルシャワ、クラックフをはじめとする、都市部に多く住むユダヤ人たちは、杉越祭りの飲み物として、スリボビッツを愛用していた。 第二次世界大戦後、ポーランド政府は、ユダヤ人によるスリボビッツ製造の伝統復活を試み、ペーサフフカブランドは、その代表例となった。ペーサフフカというブランド名は、ポーランド語で杉越祭りを意味する守備園突破す日に、由来している。1989年の共産主義体制の終焉後、ペーサフフカの流通は停止した。その後国内の上流所が、 新たに、杉越の名を関する、シュリボビツァッパスハルナの製造を開始した。当初は、ペーサフフカの復活を目指したものであったが、ペーサフフカ本来の味を復元することができなかったため、新ブランドの発足に至った。本来のペーサフフカはスモモ、砂糖、酵母、水のみで作られ、それ以外の材料を使用することは認められていなかった。シュリボビツァッパスハルナでは、 低コストで必要なアルコール度数を確保するために、穀物製の蒸留酒を混ぜ合わせていた。このため、パスハルナは、ユダヤ人が、杉越しの期間中に引用できるものではなく、品質においても、ペーサフフカとは大きく異なっていた。ユダヤ人による、スリボビッツ製造のもう一つの例として、ウッチのユダヤ人コミュニティの協力を得て、地元の蒸留所で製造されているシュリボビザ。 ストリコフスカがある。これは、カーシェールの認定を受け、ユダヤ人がすぎ越しで引用できるものである。ストリコフスカも、かつてのポーランドにおける、ユダヤ人のスリボビッツ製造の伝統、そしてペーサフフカを受け継ぐものとして発足したものである。英語では、ストリコバースリボビッツと呼ばれる。セルビアでは、ラキアの一種として、シュリボビッツと呼ばれ、何世紀にもわたり、 スモモの生産とスリボビッツ製造が続けられてきた。スリボビッツの他にもスモモを原料とする産品は、セルビア人にとって欠かせないものであった。A. セルビーン。ミールユージュアリースターツワインズウィズプラムプロダクツ。スリボビッツは、セルビアでは主に食前種として供される。セルビアのことわざで、家を建てる最良の場所は、スモモが最もよく育つ場所であるというものがある。 スリボビッツは、氷点下でよく冷やしてチョカに、チョカニチ,チチと呼ばれる30ミリリットルから50ミリリットル程度の小さなショットグラスに入れて供される、フィッチチと呼ばれる。これは、セルビアの他外国でディアスポラとして暮らす世界各国のセルビア人の伝統である。スリボビッツは、セルビアの民族文化と深い結びつきを有しており、誕生、洗礼、兵役、結婚、 葬儀など多くの儀礼で飲料として登場する。セルビア正教会の守護聖人の祭り、スラバにおいてもスリボビッツが用いられる。スリボビッツは、セルビアにおいて、数多くの民族文化の中で見られ、また、アルコール飲料として、重要な地位を占めている。統計によると、2004年に、セルビアで製造されたスリボビッツの総量は40万リットルを超えている。セルビアは、 最大のスリボビッツの輸出国であり、また世界第二のスモモの生産国である。複数の国がスリボビッツに関する欧州連合の原産地名称保護制度適用を主張していたが、2007年10月、欧州連合はスリボビッツは一般名称であると定め、各国それぞれが独自にスリボビッツの産地故障を保護するように求めた。これを受けて、セルビアでは、 セルビア産のスリボビッツについては、セルビアンスリボビッツと称することができると定めた。肥沃なシュマディア地域は、特にスモモおよびスリボビッツの生産で知られている。セルビア南西部、ズラティボル山地の町、チャイエティナ市には、シュリボビッツァという村がある。クロアチアとスロベニアのスリボビッツ。クロアチアでは、シュリボビツァ。スロベニアでは、スリボウカと呼ばれる、ウィキメディアコモンズには、 スリーボビッツに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。